はい、どうも皆さんこんにちは。スペシャルですけど、ですね、太くならせということで、もう4回目になりまして、いろんなね、太くならす、ピックからいきましたし、しならせる、扇で仰ぐような感じ、それから、ドラムパターン、リズム楽器と思ってやってもらうっていうところに行ったんですけど、それでいくとやっぱり、もっと204拍っていうのがドラムってね、一番大事で締まるところですよね、はい、でそこをもう少しアクセントを置こうというところで、前回みたいなこうドラムパターンパクるっていうところで、よりスネアっぽくというか、こうブラッシングっていうんですけど、これはまずこれ難しいんですよ。なかなか皆さんできなくて、こう弾いて音出ますけど、ただここを使って音を止めちゃうんですけど、ただ止めるだけじゃなくて、止めるスローモーションでいきますね。超スローカメラ大丈夫ですかね。最新式も大丈夫です。こう音出てて止めて、これ分かりやすいな、今の先に止めて後でピックが、それを普通の速さでいくと、そうするとチャッっていう音が、これがまたアクセントになるんですよね。ではそれを入れてやってみますね。小指もこうちょっとこう当たるような、これがただ止めるだけだと、なんかちょっと物足りないんですよね。だからこれをちょっとね、ぜひマスターするとよりギターがドラムに近づくんじゃないかなと。ではずっと、なんかね、シェイクみたいなリズムにこう振られて、これ難しいかな。ゆっくり行ってみますね。まずバスドラです。これ取ります。今までの要素が全部入ってますよね。バスは、でこれ練習するときまず難しいので、こうあとポイントがもう一つありました。アップ、次アップが来るんで、必ず止めたときに1弦より下にピックがないと、止めてまたこう下げないといけないので、そうなるとちょっと時差が出るので、こう手首僕使ってるの分かりますか、こんな感じですね。でよくね、ここで押さえちゃう方いるんですね。上からこうすると、あの弦に当たってないとことか出てくるので、必ずここです。まっすぐのとこ、ここですね。ここで全部をまず全部止める練習で、その後に裏を弾いてほしいので、あの全部裏ばっかりの練習とかもしてください。こうまずこれに慣れたら、例えば普通ので、必ず弾く音よりもこの音の方を強く叩くというか、そういうイメージでされると、よりこう
なんていうの、閉まるんで、こう、こそ、ほら、こそと止めてもあんまり意味がないでしょ。だから、これ意外と難しいんですけど、これが、まあ、できるようになると、まあ、例えばハイポジションコードだったりすると、こっちで止めれますよね。でもハイポジションでもこっちで止めるのと、やっぱこのパコンっていうのが入るから、今日はねちょっとこっちが今ここにいるのでこっちばかり見てますけど、ね、あの違うので、僕はハイポジションコードの時とかも、まあ、もちろんこっちも力を緩めるんですけど、こっちで立てる。と思うんですけど、こうこのボディ全体がボフって言ってるの、クボチわかるよね。はい。ほら残響が。やっぱ低音とかも、まあ、だからあんまりこっちで止めるとこんな音になっちゃうんですよね。ほら、このミュートがちょっとかかる、音階が出るぐらいのとこで止めた方がいいです。例えば実験で。まあなんかボフっていう感じは出ないと思うので、ぜひボフっていう音を出してください。まあ、太く鳴らせ、どうしようかな、次回ぐらいまでちょっとストロークやってアルペジオ残りいきたいんですけどね。久保ちゃんもぜひ実践してみてください。はい。ボフって言わせる時はサウンドホールの上じゃなくてちょっとブリッジ側で、あ、今ちょっとダメですね、これぐらい入るかな、この音。違うでしょ。この音をうまく編集で出してください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、なかなか日本のね、住宅事情、音がね、こういう、これくらい弾けるってなかなかないと思うので、昼のウィークデーじゃないや、休みの日とか、なんか、まあ、これくらい出せば太く出るんだっていうのが分かった上で練習、してください。僕の生徒さんみんなやっぱ音がちっちゃくなってる傾向があるので、だからやっぱりせっかくね、ギターもね、こうこんな鳴らし方してやった方がすごく鳴るようになるので、ぜひよろしくお願いします。というところで、第4回目でしたっけね、太く鳴らせ、まあ、今後まだ続きますので、あと質問等も待ってますので、YouTube をご覧の皆さんコメントをよろしくお願いします。こっちがオンラインに直接メールでも結構ですんで、よろしくお願いします。それとあとアルバムも好評発売中でございますので、よろしくお願いします。こちらに今出てます。じゃあまた次回お会いしましょう。薄井でした。どうも。